じゃあ、ちょっと先やります。はい。じゃん。スプラッシュオレンジ色担当の長尾梨央です。16歳です。Twitter のフォローもよろしくお願いします。はい、お次の方。スマイルおとさん、こんばんは。こんばんは。スプラッシュ緑の人です。よろしくお願いします。いやにょにょにょスプラッシュのにょん、あ、間違えた、高滝にょんです。イエイ、よろしくお願いします。これはね、今日ね、あれが書いてくれた、そう、のりおが書いた、ごめん、ちょっと調子乗ってふざけて書いてくれた。全然ありがとう。スプラ誕生日おめでとう。ありがとう。ルイの人だよ。これ全然ないよね。あ、そうやね、寝落ち担当。大事大事、寝落ち担当。次は、お次は、お次は、お次は、どんどんしてこう、どん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 、いいよいいよ、どうぞどうぞ、どんどんして、はい、あ、じゃあ、はい、あれもらいましょう。ありがとうございます。スプラッシュ研修生の中島麻香です。14歳です。ツイッターフォローよろしくお願いします。お願いします。イエイ、あたん。はい、お次の方、りょうりゅう、書きました。始めましたらってよ。え、待って、嬉しい。あとどうも、スプラッシュ研修生村井桃です。よろしくお願いします。イエイ。え、待って、嬉しかった。誰だ、ちゃん、桃、誰だ誰だ、あ、ゆうすけさん、ありがとう。やば、あ、ごめん、ありがとう、嬉しい。すけさん、すけさん、ブラッシュ研修生の梶田あこです。よろしくお願いします。かわいい、かわいい。おはよう。研修生の高田萌子です。よろしくお願いします。お願いします。もっこちゃん、もっこちゃん、もっこもっこちゃん。はい、じゃあ次次いきます。Let's go, let's go。はい、スプラッシュの水色研修生の。水色研修生ですか。水色研修生の。わかめ。皆さんおはようございます。スプラッシュ水色担当、岡田あずみです。よろしくお願いします。ドゥ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 。あ、水色研修生。やっほー、ゆなゆな、スプラッシュピンク色担当の川本ゆなです。ゆなゆな、よろしくお願いします。大丈夫、ちょっとちょっとお願いします。これ書いてくれたのリオでしょ。ピンポーン、分かってるよね。イエーイ、私も分かったから。やったスプラッシュ黄色担当の岩田千尋です。よろしくお願いします。あ、黄色担当って言ってくれんかった、書いたのに。ごめんリオ、いいよ、黄色担当です。よろしくお願いします。イエーイ。しかもあれよ、岩田の地、岩田の地、本当は千尋です。書いてあるけん、愛を感じる。やったん。これさ、終わったけどさ、映らんじゃん全員。どうしたら映ると思いますか。見て見て、下げればいいんじゃない。下げたらダメなのよ。下げたらちょっとギリギリなんで。見て、これが限界なんです。糸引いてる。じゃあ私、もうちょっと後ろにしよう。落ちないかな。落ちるから。これは、それも落ちちゃう、ここで支えてるから。ダメだ、ちょっと、ちゃんと戻してくれる。じゃあ私鼻感映ります。映れるかい。映りな、全然映ってない自分。映ってないね。ちょっとだけ出る。あ、来た。じゃあそろそろ告知、もうちょっと映れるかい。10に合わせてしようよ。10に合わせてする。いくよ、いける。巻いて巻いて巻いて、せーので、10に合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。今日お誕生日です。イエーイ。10人グループでしたっけ。最近4人研修生入ってきて、現場では今6人でやってます。告知タイム行っちゃおう。はい、告知告知、ちゃちゃかちゃちゃか。スルフィードさん、ありがとう。ありがとう。誕生日プレゼントもらっちゃったね。ね、本当ね、嬉しい、ありがとう。後でね、ギフトも読ませていただきます。たくさんありがとうね。ありがとうございます。じゃんこいらちん。9月12日17日はお休みでございます。はい、はい、9月24日の火曜日はチーが担当します。チ、はい、ー、イエーイ、イエーイ、もこ、もこ、もこさ、もこ、もこちの放送は次は10月です。そうなんだ。それまでみんな待っててね。待ってます。水曜日です。イエーイ、イエーイ、待ってた。発表会の次の日私小平寺なんだ。頑張れ、大変だ、大変だ、頑張って、大変、大変、起きてよちゃんと。そうだ、寝坊しないのよ。大丈夫よ、夕方だから。夕方まで寝るかもしれんじゃん。いやいやいや、欲しいならありえる。ほんで、ありえる。ネクストは9月に、あ、こっちが先だったね。9月23日は私たちアクターズスクール広島の発表会があります。2019オータマストでございます。アステールプラザ中ホールで行われます。3時会場、3、4時開演でございます。で、今、ただいま E プラスで
一般販売を行っております。はい、大人6000円、高校生以下2500円、ちょっと高いんですけど、はい、高いんだけど今回は40曲らしいので、ね、すごい盛りだくさんなのでお許しくださいませ。うん、今日は皆さん、ね、ぜひぜひこの話題で楽しみに見に来てください。そうね、そうよ、楽しみにね。高校生以下は安いから、そう、ぜひ会いに来てほしいです。ちょっとは安いから。発表会って大体9時には終わる感じよね。9時 ?8 時とかやん。8時、何時開演？4時だから、だったらすぐ7時とかに終わりそうで、3時間だとして7時には終わると思います。うん、あ、違う、カナンが思ってたの2部の時じゃん。それは遅かったね。から大丈夫。いや、遠い方も大丈夫、遠い方も間に合うから。ぜひお越しください。お願いします。お願いします。お願いします。ほんで、ではでは次行っちゃいましょう。次こっちか。はい、どうぞ。あ、はい、私ですね。あ、あれじゃん、ちーたん。はい、恋とか愛とかかっこかり、1ヶ月伸びて9月26日の0時20分から放送されます。イエーイ。ここにね、楽しみ。他県の方の放送の時間も書いてるけん、スクショしとってください。カシャ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 。オッケー。ちょっと画像とか見て、なんかこうちーちゃんの、え、なんか怖い怖いって言ってるけど、怖い、え、怖い、怖い、なんか楽しみ、ガン飛ばしとった。殴り合い。楽しみです。楽しみです。ゆうちーちゃん。なんかあれよね、なんかさみたいな感じっぽい姿勢を感じた。あの子さみたいな、ねえみたいな感じのある視線みたいな、なんかちょっと怖い感じしたね。3回いった。え、もうなんだなんだ、続いていきたいと思います。レッツゴー。見て、かわいくない？え、かわいい、おもちゃ。3回いった。あ、そうだ、めっちゃかわいい。9月28日土曜日は名古屋グランパス戦でございます。19時キックオフです。スプラッシュのステージもまだ発表されてないんですけど、 ある予定なので、皆さんエリオンスタジアムで一緒に応援頑張りましょう。頑張りましょう。久々のインスタでございます。今日もあれだね、ルヴァンカップ、そうだね、応援しなきゃね。北海道コンサドーレ札幌戦、やったやった、頑張ってください。頑張れ。条件があるからね、条件達成できるように頑張れ。応援頑張りましょう。次に進めるように、次のステージに進めるといいな。ここら辺誰か座ったら、座ったらさ、顔かぶるんよ。座りな。じゃけ誰かがギュッてした方がいいよ。映りなよ。座りなよ。マコたち座りなよ。あと座りな。あ、モコちゃん座ったら今日。そうだよ。あなた主役だ。コーナー、コーナー。悪女。見えないよ。いいよ。読書。本当に？よいしょ。あ、昨日モフモフちゃん見てきたよって。わあ、おめでとう。モフモフちゃん。今日はその話題もね、ちょっとひょっこり入れていこうと思います。ノリオが鼻かしくしてないのね。これが本体なんで許してほしい。まだありますか？ここないですよ。あ、じゃあ、じゃあお待ちかねの、ね、行きますか。え、つらおう。何の話？アイドル祭り。アイドル祭り、はい、昨日ありましたね、もう。ありましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。可愛かったね。可愛かった、めっちゃ。踊ってるところ見れてないんで。レッスンの前にね、あれだけ見た、広島ボイスだけ見れました。いいな、めっちゃ可愛かった。レッスンの、ね、うん、がいっぱいあったんだけどね。結果発表はね、みんなでね、見守ったね、うん、そう、すごいドキドキした、ね、懐かしいなって思う、ね、正直渡す瞬間だけだけど先生が呼んでくださってね、そう、あ、そうそう、今選ばれたよって言って、早く早くみたいな今ね、ありがたい。普通にね、なんか、あ、懐かしいと思った、自分的に。なんか超感動ね。え、なんかあの時の思い出がフラッシュパッパパーンって、パパパパーンとかね、雰囲気とか、そう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 、同じだった。何をめっちゃ静かなったっけ、画面いっぱい。今日多分疲れてる、ね、あれはね、なんかさ、ツイッターとかにも上がっとったけど、もふもふちゃんたちのあのみんなが背を向けて、あの東京ドームシティホール、見た見た見た、やってるやつもあれ恒例よね。恒例、素敵。あの全アイドルさんがやるよね、もうあれは。あそこ行ったらみんなやってる。そうね、ね、撮りたいね。じゃあ来年頑張ろう。来年出ちゃう、出ちゃうの、出ちゃおう。みんなこれ、もうすごい、ほんとなんかみんながハッピーバースデーだ、みんなハッピーバースデー、え、すごい、見てる方はわかるか、だからね、そのね、あの映像の横がね、あるギフトとか、ううト、え、すごい、え、すごい、なん、え、設定してるの、顔映ってる、ほら、ゆうさん、え、すごい、いただいてる、あの、あれだよ、ツイッターで連動してるからさ、ね、そうそうそう、すごいね、すごい、おめでとう、私よかったね、おめでとう、今日ほんとよ、ね、生まれた、生まれた、やることがいっぱいあるけんさ、生まれた、あの早めにペンペンって言って
そうだね、東京に応援に行かれた方、お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、でもあれはめっちゃ嬉しいよね。あの広島から来てくれる人とかさ、見つけた瞬間、見つけた瞬間、やばいなと思う。ほっとしちゃう。うん。嬉しいね、あれね。もうだってうちらの時は目の前にオレンジ隊の方おったっけ、うん、その時にヒリがちょうどあのデレンケンってなって、その一緒にみんな気持ちを持っていくみたいなやつでオレンジって来てくれたんだね。びっくりした、あの特典会の時にさ、うん、みんながオレンジ着とってみたいな。え、あとあの横断幕もめっちゃ嬉しかった。あれでうるってきた、懐かへーと思って、あ、思い出すだけで泣きそうなんだけどね。とりあえず今スペシャルギフト、今ここまで読みますか。読んでいこう。はい、読みます。告知の最後にさ、あの普通の告知の最後にさ、まだ発表はできないけど10月はちょっと嬉しいお知らせがあります。何なんだ、なんだ、なんだ、私たちも、え、何のことだ、何が、え、なんか楽しいお知らせがありますみたいな。もう少し待っていってくださいって書いてあるの。何のことだ、わかんないけど。楽しみだね、楽しみだね、なんかわかんないけど。私たちも楽しみだから。なんかイベントあったっけ。なんだろう、なんだろう、まあ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 、私たちもわかんないから。楽しみにしよう。私たちも一緒に楽しみに待ってるんで。よし、楽しみにしてきます。じゃあとりあえずスペシャルギフト読んでいきます。シルフィードさん、ありがとう、ありがとう。キョウさんが花束10個ありがとうございます。ありがとう。ひよ兄さんがクラッカー1個ありがとう。パンパンパン。スマイル弟さん、花束ありがとう1個。ありがとう。ブビックさん、花束10個ありがとう。ありがとう。これタヌキかな、タヌキ。土井敏彦さん1個ありがとう。ありがとう。あと、たくやさんがハート500個ありがとうございます。ありがとうございます。で、まささんがいっぱいくれてるの、クラッカーとタヌキ1個、花束1個ありがとう。ありがとう。で、ゆうさんがハッピーバースデーの、あの、ゆう19さん、ケーキと、何？星？すごい、ありがとう、ありがとう。あ、千尋さん、クラッカー1個ありがとう。ありがとう。あ、すごい、ゆうすけさん、クラッカー1個ありがとう。ありがとう。そしてブビックさん、クラッカー10個ありがとうございます。ありがとう。カンコンさん、タコありがとう。ありがとう。スマイル弟さん、花束1個ありがとう。ありがとう。たくやさんがね、ハート1000個、ありがとう。だるまを100個ありがとう。ありがとうございます。あ、待って、だるまもう500個あった。500個、もうちょっとたくやさんいっぱい言っていくね。とりあえずたくやさんは、だるま500個とだるま1000個と、あとクラッカー1個、ありがとう。そして大人サバサブイボさん、寒いんだ、鳥肌ってこと。あ、そういうことだろう、うん、が、ハート100個ありがとうございます。ありがとうございます。チロルさんが、星、流れ星とチロル、あ、間違えた、あの、たたたたぬき、たたたたたぬき、ありがとう。ありがとう。花束もありがとう。ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ難しいな。終わった夜恒例の写真も田中先生に撮影していただいたものでそのうちアップされると思います。なるほど。あの、あれはね、集合写真みたいなやつ。いいな。ギフト終わった？入れといて。終わったね。あれ、行きますか？じゃあ発表しよう。発表しちゃおうか。行こうよ、行こうよ、行こうよ、行こうよ。バック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 ドッキドッキ。じゃあ発表会のあれを、出演者を発表したいと思います。お待ちかねのテロップ書いてないです。本日誕生日ってなってる。じゃあいっか。じゃあいっか。じゃあさあ、まずはグループから発表していきますね。ユニットちゃんですか？クラスから発表しますね。はい。あ、違った。クラスは初のこと。A クラス、B クラス。あ、そういうことね。B クラス。キッズクラス。と初のアッシュ W のお姉さんと。あ、F クラス、ももちゃん、ももちゃん、F クラス、福山も、福山、A、B、クラスの各クラスと、アッシュ W の19歳から29歳のチームが出演します。イエーイ。平日の夜にね、頑張って練習してるので。レッスンしとるもんね。はい。あとはあれかな、あとはスプラッシュ、スプラッシュ出ます。初の12年スプラッシュ。アイドル祭りで頑張った。モフモフちゃん、モフモフちゃん、そしてブラックローズちゃん、さらに
これだよ。ピオニーちゃんとピオニーちゃんとマックスガールズさん、イエーイ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 。レイちゃんさん、C クラスは D に吸収されたんかな、どうなんかな、どうなんでしょうね、どうなんかなって私たちもよくわからないんです、ね、C がなくなったって面白いね、びっくりしたね、なんで C なくなったんだろう、なくなったからボーイちゃんもなくなったね、ボーイちゃんね、次は皆さんも楽しみな最強ダンスチーム、イエーイ。じゃあここでつぶらから出るメンバーを紹介します。つぶらからはマイコー、踊るよ踊るよ、アータン、はい、アータン、イエーイ、そしてモエコ、モエコ、モエコ、そしてマコ、ワコ、ワコ、ワコ、待ってすごい、そしてモモ、モモちゃん、そうだよ最高、すごい、私たち負けてるよ、もうごめんなさい、やばいよやばいよ、研修生と私が出演いたします。みんなめっちゃかっこいいから。ですよ。楽しみにしとって。うん、全部で何人？10人ぐらいおる？最強チーム。最強11人。11人か。自分しか行こうかな。他のメンバーもね。そう、豪華なので。楽しみにしててください。そして、モデルコース。モデルコース。前から足にペンついてる。やば。よかったね、服についてなくて。モデルコースは？スプラからは、ワコー。ワッコー、そしてユーナ、はーい、頑張ります、そしてマイコー、ヨー、うん、チーム、同じチームなんで、そうなんだ、と、そう、あと何人、誰かがめっちゃパシャパシャして、そう、一緒に4人、あ、言っちゃった、何人かで歩くんで、楽しみにしとって、お願いします、そして演劇コース、おー、はい、スプラからはですね、こちらいいかな、ダンスチームの話、あ、それはない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 、そんなこと、演劇も楽しみにしちゃって、はい、楽しいよね、女優頑張れって、頑張れ、はい、今回はですね、アミューズ所属の言うておれません、俳優風間裕次郎さんがこの舞台のために書き下ろしてくださいました、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいね、ね、そう、ちょっと皆さん楽しみにしてください、めちゃめちゃ面白い、そう、演出はですね、広島のテレビや CM で見ない日はない方、あの劇団の群青舞台指定で東京の劇団雨宿りにも所属している深見哲也さんが演出してくださってます、うん、すごい、そう、この間見に行ったね、群青舞台の、あ、富蔵さん、ハッピーバースデイトゥースプラ、ありがとう、ありがとう、あ、お仕事行きます、ありがとう、すいません、面白かったね、無なしに所属、所属はい、この方、あの深見哲也さんはですね、大のサンフレッチェ広島のファンということで、スタジアムでもよくお見かけするみたいです、会ったことないね、会ったことない、どこ行った、会ったことないな、これ主催だよ、すごいプライベートで来てるのかな、主催だよ、主催だよ、なんだろう、主邸って言ってたの、主催よ、ね、主催を主邸って言ってたの、主邸って言った、主催だよ、うん、主催、あらら、あー、あの浮かんめに、ね、してーって辛い、主催をしてーかと思った、え、調べたらしてーって出てきた、こんな気がしたの、うそ、今日の5時ぐらい、朝の、いや、ね、めっちゃカノンの顔が白飛びするんだけど、指定で出てこないよ、めっちゃ白飛びするな、カノンの顔だけ、確かに、うん、まじ、あ、おかしいな、ちょっと勉強見せる、皆さん楽しみにしていってください、今日みたいな、ほいじゃあソロってユニットを言っていきますか、はい、どっちから行きたい、どっちからにする、じゃあみんなの希望を皆さん言ってください、
どっちがいい？こっちかな？こっちかな？こっちかな？ユニットって方もいる。おばあちゃん早起きだって。そうなの。早寝早起き。おばあちゃん、あ、ソロ、あ、ユニットソロ。どっちもいる。あ、どっちもソロ。あ、ソロが多いね。あ、ユニットもあるな。ユニットが多い。じゃあユニットにしよう。ユニットにしよう。はい。はい。ユニットいいな。ユニットかな。お、ユニットって言ってる。そうだね。ユニット。じゃあユニット行こう。私が発表していいの？うん。いいよ。ねげ。ちゃんと読んでね。はい。間違えちゃダメよ。間違えちゃダメよ。はい。怖。そして、間違えた。そしてじゃない。何の続き？何の続き？おい。からだよ。ユニットを発表していきたいと思います。はい。じゃあまず一つ目。一チーム目。じゃん。リング。リング。リングのメンバースプラで出る人手挙げて。はーい。イエーイ。所属する言えた所属してないよチームになっております。3人じゃないよ、3人じゃないんだけど超ね、え、めっちゃ大人っぽくて超かっこいい、ね、めっちゃ好き私、ね、やだえ、もうあの曲ね、本気をすごく聴いてる、大好き、うん、めっちゃみんな知ってると思う、うん、絶対知っとると思います、聞いたことあると思う、やっぱ、はい、そしてデデン、そしてこれなん、いや、なんですか、あ、ファイヤーワークスです、ファイヤーワークス、2チーム目、ファイヤーワークスです、イエーイ、それに出るのがアタン、アータン、はい、アタン、サカが出ます、え、どんなね、ユニットだろう、なんか有名なメンバー、これ言っていいかな、素晴らしいメンバー、いいじゃない、ソロモンだもんね、うん、じゃあリングの方のメンバーからいっちゃいます、一回ね、戻りますまず私、チーとマイコ、ワコ、そしてアナミズ、チーちゃん、チーちゃん、大原リカコちゃん、リちゃん、リちゃん、そして桑原彩奈ちゃんです、彩奈ちゃん、この6人でユニット、素敵素敵、1つ目が、で、2つ目が、2つ目がファイヤーワークスの方が、はい、あのモフモフのお二人、おお、最強、もう最強のメンバー、桑原彩奈ちゃん、あ、すごい、彩奈ちゃん、で、あーたん、はい、山本ゆのちゃん、ゆの、ゆのさん、ゆのゆのこって呼ばれてたね、先生に面白かった、そして3つ目は、3つ目はドゥワンダーズ、ドゥワンダーズ、ドゥワンダーズ、ドゥドゥドゥ、出るスプラから出るのがわこちゃんで、わこちゃんで、あとは岡村リオちゃんと、ちゃん、愛ちゃん、柳本愛ちゃんが、はい、すごい、3人のユニット、めっちゃ好きこれ、うん、マジで好き、楽しみ、四つ目、いきます、ワイシス、あ、これはわかるぞ、はい、福山校の、福山校の、ね、福山校の、うん、姉妹かな、そうだね、池田姉妹なんだかな、イエス、はい、ですのぞみちゃんとゆらちゃん、ゆらちゃんとゆのゆのゆらちゃん、ゆのゆらちゃん、姉妹で合格した2人です、すごい、歌うまいよな、すごい、すごい素敵だった、めっちゃ楽しみじゃん、そして福山号じゃけんな、5つ目、はい、これは初じゃなくて、これからは、そうね、割といきますよ、モンゲーナイン、うわー、みんな大好きだよね、モンゲー、2回目ぐらいすごいよね、世界観が、世界観大好き、2回目、2回目、インフルエンサーだっけ、うん、だね、そうだね、じゃあそのメンバーがさっきの池田姉妹、ね、ゆのゆらちゃんと小林かすみちゃん、うん、田中美玲ちゃん、うん、大好きこの子の、中島ひなのちゃん、西原、ピータン、西原、ゆらちゃん、ゆらこ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、林ゆずきちゃん、ゆずきちゃん、原田乃愛ちゃん、ちゃん、村上ななみちゃん、ななみちゃん、はい、イエーイ、このユニットですね、こちらすごい、そして 6番目、6チーム目は、いきます、私、いいよ、リッチです、イエーイ、大好き、大好き、今回でね、4回目なの、すごい、楽しみにしててね、あれだね、殿堂入りの、やった、殿堂入りしたいな、すごい、すごいな、楽しみにしてて、今回もすっごかった、そう、すごい楽しみ、これらを含むね、全40曲がそうですね、はい、そう、発表会で披露するわけですよ、はい、そしてソロに行きます、はい、あ、そうだそうだ、今からソロだ、もう終わってたじゃん、マイちゃん、はじめましてさんから行く、次ソロ行くよ、はじめましてさんから、はじめましてさんが5人おって ね、うん、上原舞さん、舞ちゃん、はい、福山校の方ですか、だめ、
そして川谷陸くん、陸くん、陸くん、陸くんの歌声大好きです、ね、あ、衆劇場でも歌っとったね、うん、歌っとった。じゃあ3人目に健丈せいらちゃん、せいらちゃん、あのフラワーのさ、あれめっちゃ好きだった、めっちゃ好きだった、めっちゃ好き、あんなに高い声が出るの、ね、めっちゃ好き。そして鈴木こうきくん、こうきくん、男の子すごい、すごい、ね、そして西原ゆらちゃん、ゆらこちゃん、あ、ゆらこちゃん、すごい、あのティミー、あのティミー、はい、そして初じゃない何回か出ている方の、何回方々桑原あやなちゃん、あやなちゃん、あやなちゃん、あの子の頃かわいいな、かわいいよね。そして清水さらちゃん、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 声大好き、大好き、わかる。柳本愛ちゃん、愛ちゃん、ほいで、どうぞ。スプラからは、はーい、のっそりです、にゃんりよー、にゃんりよ、超楽しみ、うん、めっちゃ楽しみ。1212人さんの方が今聞いたね、みんなもう、もう覚えたよね、言える今から全員、言えにくい、やばいやばい、この全員よ40曲、はい、はい、すごくない、40曲だよ、すごいね、すごい、20何曲だから、ね、楽しみにしちゃってね、楽しみにしちゃってね。そしてね、今回は全体の演出がいつもと違って、はい、前回も、前回の発表会も20周年記念、はい、でやったんですけど、今回も20周年記念としてやっていきます。そしてモコとチー、ユーナ、アズミ、カノン、ボンちゃんだけ、アイカちゃん、吉松ゆいなちゃ ちゃんと朝日ななみちゃん、さあちゃん、かなやな、マジ、えさあちゃんも分かったけど、なんか通称で言った方がいいんかなと思って、ゆうちゃんさあちゃんってしか呼ばないから、かなや、さやかちゃん、おー、大森、まあちゃん、まあちゃんって呼ぶ、みんなまあちゃんって呼ぶ、まあちゃん、木沢さやちゃん、桑原あやなちゃん、田口優奈ちゃん、はい、ノア君とかも、ノア君ね、みんなそのいろ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 んなとこでね目立っちゃうと思うんで、皆さんぜひあのね、もう注目して見とってほしいね。あのね、あのね、あ、まだこれちょっと詳しいこと言えば、いや、わざとらしい、今の今のすあれね、昭和っか、はい、そんな感じなんですけど、スプラがね、そう、新衣装なんですよ、超超超かっこいい、マジでめっちゃかっこいいから、ね、ちょっと本当に早く見てって感じ、そう、プログラム見て、何かプログラム、そうだね、めっちゃかっこいいよね、めっちゃかっこよかったよね、うん、プログラムって新しい衣装の写真、うん、じゃない、まだまだ着てないいや、もう一回撮るんかと思った、うん、どうなんかな、違う、ん、あ、そうなの、あれ動画まあそれ後で話しよう動画撮ってアップする、ありがとう、あ、ありがとう、分からなかった全然通じんかお願いします、まあ、そういうのは私たちにもあまりよくわからないので、そうだね、まだわかんないけど、うん、楽しみにしてください。でももうあとさ、あずみ小平さん、まこちゃん何持ってんの、チャッカマンって、やだやめて、チャッカマンじゃないから、やだ、小平パチパチパンチっていうね、チャッカマン、びっくりするよ、まこちゃんそうだね、つけます、2週間だね、やばいね、やばいよ、早い、でもだんだん出来上がってきてるから、うん、超楽しみ、楽しみになってきた、リハーサルが始まりますね、もうちょっと、うん、リハーサル始まったら早いよね、うん、すぐ終わる、え、もう今日です、本番とかもう朝来たばっかりですよみたいな、終わりですか、本当にめっちゃ早い、ね、1日間ぐらいしたい、もう1日間ぐらい、1日間しかないよね、本当に今日から2時間、え、もう1回いけるぐらい、でもいや、まだいける、もう、もう一回行きます、なんかアドレナリンがすごい出てる、午前の部で1回やって、午後の部でもう一回やりたい、あー、2公演やりたい、でも2回公演も結構さ、うん、やっぱ疲れるよね、うん、しんどいけど、うん、でも楽しい、めっちゃ楽しい、楽しい、1分目終わったらもうポカーンみたいな、だいたい寝るよね、次の日まじ体動かんの、カノンだいたい寝るね、カノンだいたい寝る、とりあえず髪みたいな、うん、寝るけん、なんかあったら起こして23日を開けておいてください
祝日だけ仕事の方多いんかな。平日月曜だしね。皆さんよし、有給を取ろう。有給を取ろう。有給を取ろう。はい、じゃあ第一、何、今日一つ目の大きな何コーナー、大会、大会イベント、あ、この方か。イエス、そうだね、こっちのコーナー終わったので、告知が終わったので次はモンスター。今日はいっぱいあるよ、コーナーが、企画が。どこ女でいいの？おー、有給取っていきます。嬉しい。どこだって怖いよ。やばいよ、怖い。え、みんな有給取ったんだって。やばいやつじゃん。すごい。え、ありがとう。え、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。え、これはじゃあもう気合い入れて、みんなチーが毒女って言ってるよ、どうする。もうチーがマジで何も読めない。辛いよね、ボケ取る。黙っとこうかな。もう喋っちゃいけんわ。もこちゃん行っちゃう。じゃあもこちゃん、はい、コーナーの紹介を頼ってみ。 お準備がありますので少々お待ちを。かわいいよね。走り方かわいい。爽やかに独女コーナー。独女も特女も、毒女です。毒女は嫌です。毒になっちゃうか。毒女ですって先生みたい。悪い人みたいな。毒女ですって。え、すごい、なんかちゃんと準備してる。すごい、すごい。あ、これ見たことある。あー、見たことある。ねねねねね。わかんない。え、すごい、なんかめっちゃ、見ていい？めっちゃ読んでる感ある。見ていい？え、すごい。すごい。コーナーは？じゃあコーナーに行きましょう。はい。レッツゴー。今日は何のコーナー？妄想もこの独女コーナー。イエーイ。やっぱり素敵なコーナー。すごい。今日紹介するのは夢を叶えるぞという本です。夢を叶えるぞ。なんだろう、絵が可愛い。あ、知ってる。上手ね。え、すごい、初めて聞いた。もう読んでる。作の本です。2007年に発売されて、2008年にはドラマ化もされました。すごい。そうで、これ書いたの？これ書きました。すごい。このゾウさんがガネーシャっていう神様なんですけど、あれはインド系の。そうそうですね、インドの神様。そうそうで、そうそうそうね。その神様の役を古田新太さんがやられてて、小栗旬さんとか。小栗旬さん出てるの見よう。2008年のやつなんで、多分あの行ったら借りたりできます。すごい、すごい、見た。なんか私が一番好きなのはこのシリーズの第3弾で、普通の独身 OL さんが、なんか、なんだろう、私みたいな感じでちょっと、なんか何、夢を見、夢見がちで、パワーストーンとかに頼ったり努力ができない人なんですけど、その女性がガネーシャと出会って成長していくっていうお話です。素敵だね。すごい、なんか気になる。ガネーシャが面白いんです。ガネーシャが面白い。面白い。関西弁喋るんですよ。めっちゃ面白い。これあなたダメねみたいな感じの感じでしょ。めっちゃすごいツッコミと、もう声出して笑っちゃうぐらい面白いのに、すごい心に刺さる言葉がたくさんある本なので、よかったら読んでみてください。まあね、読みたくなっちゃう。上手だからさ、話すのがすごい上手で。本を持ってきてくれてるから、ちょっとにょんちゃん見せてあげる。もうこのこれすごいね。めっちゃ読んでる。めっちゃ読んでる。これさ、これなかったの。付箋もついてるよ。あったのになくなったん。いろんな人に貸したり学校に持ってったりしたら、こんなことすごい。ひどいな、その扱いしたやつ。表紙を見せてあげる。表紙これかな。すごい。え、めっちゃ読みたくなる。すごい、しかも太い、厚いね。こんな大変を読むの。これ一日あったら読めそう。すごいね。え、ちょっと読んでみて。読んでみたいね。え、ちょっとこれじゃあスプラで。え、みんなで回していこう。もう帰ってきた。ない、原型ないから、もうここら辺ちょっとやべえよ。リブコアスでかじれとる。すごいね。読書の秋だもんね、しかも。本当だよ。これからだ。ね。すごい。もう出だしから面白いもん。出だしからさ、あなたすごい欲張りねって言った。面白い、これ。ちょっと見ただけで面白かった。え、読みたい。出だしから面白かったよ。すごい。しかもゾウさんの絵がまたなんか可愛いね。え、しかも似とるよね。ゾウさん大好き。これ自分の。え、うまいね。え、ここ。え、ちょっと並べてみてよ。すごい。これは多分1話の表紙。1話の、これは3話持ってきたんですけど、何話まである？ 3話まである。3まであるんですけど、私は3から読み始めたので、ここから読んでます。すごい。次は話がもうパツパツパツって切れたってこと？そんな感じ。1話完結。完結。これで1個のお話なの？1個のお話。えー、だから主人公が、これは
は女性なんですけど、1話は普通のサラリーマンで、2話は売れないお笑い芸人さん。見た、全部見た、見たくなってきた、めっちゃ。いいね、読みたい、読みたい。ちーちゃんかしたらよだれだらけになる。よだれ読みながら寝るの、寝るから寝ないで。すげえ、すごいいいコーナーこれ。ちょっとベチョベチョでかい、違うコーナー、これちょっと定期的にやりたい、毎回やりたい、大変だと思うけど。とても楽しい。なんか演劇で見たことがある、小6の時に。そうなんだ。た心の劇場じゃろ。そう、一緒じゃん。行ったよね。出会ってたじゃん。そうそう。なんかあるよね、多分。中学生が招待、小学生だったけど。私魔女じゃなかった。小学生が中学生が招待されて。マジョリンだった。だけ話わかるかも。なんとなくわかる。劇団四季じゃった。関西弁ね。いやもう別々別々。オペラ座の怪人。あ、それそれそれ。大好きだった。自分それ。高校生になってから見た。そうだね、自分中3だったわ、オペラ座。え、わかるかも。美女と野獣とか見た、自分。見てみたいな。中学生とかも個別で普通に劇団四季のキャッツとか見たよね。いいね、このコーナー。ね、キャッツおもろいよ、あれ。どっから出るかわからないけど。音楽の授業で見た。ほんま？よかった。猫、猫好きにはたまらないよね。こっちありがとう。ありがとう。ありがとう。いいね。みんなも読んでみてね。私たちも読もう。夢を叶えるゾウ。ゾウ。ゾウ。ゾウゾウ。いいね、ゾウ。ね。さあ、今日の読書コーナーは OK かな？以上です。はい、もこしの読書コーナー、読書コーナーね。読コーナーじゃないよ。読コーナー。ショールームの前に確認しようね。いや、でも楽じゃなっちゃう。確認しますって言いよったよ。言うことだけ言った。ああ。読コーナーだと思ってたの。してる。また怒られちゃうよ。ああ。だからさ、LINE が来たのね。たらさ、チーはさ、あの毒、毒、あの読む毒の方の毒女になったよって書いてあって、うん、私毒女どういうことなんだ、毒女なら、そう、毒の方の女になったらって、あの悪い方向になっちゃう。どういうこと、どういうこと、夢を叶えるぞ、あ、やめてください。ダメだったらしいです。ちょうどいい時にブー、ダメでした。面白い、夢を叶える、親父ギャグ、ゾウのゾウモノマネ、しんちゃん、あー、そういうことね。やらないよ。え、やらないの、やらないよ。夢を叶えるぞー、ゾウしか多分似てない。俺野原しんのすけだぞー。結構似とる、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 似とったよ。イエーイ。じゃあここまでということで、次はあれいきますか。10人揃ったということで、スプラッシュです。なんか急に始まった、あの腕相撲、あ、腕相撲だ。そう、いきなり始まった腕相撲。今日は決勝です。決勝戦、何、やばいやばい。1位10位決定戦、1位から10位を決定したいと思いますよ。全部やっちゃうの。2位、そうだね、全部やっちゃう。私誰で出たかんだろう。やば、誰がどうやったら。今日の配信は20分には終わらなきゃ。絶対20分ちょっといけないので、15分とか10分、20分とか15分とか、もう絶対20分には終わります。そうだね、遅くても20分には終わります。19分には終わろう。めっちゃ白飛びするの見てみてほら。15分ぐらいに終わろう。15分ぐらいに終わろうか。よし、じゃあこれまでの成績を発表してください。成績は発表して。1位が、1位対決がチーとユーナ、そして、2位対決がワコカノン、3位対決が、長尾リオとモモちゃん。長尾リオ、長尾って書いてあるんだもん。モモちゃんが書いてあるよ。4位が、萌子ちゃんとあずみ、そして、5位が舞子とあさか。みんな呼んだよね。呼んだね、オッケー。じゃあ5位からやる。え、それとも真ん中から行こうか。ビリから行く。ビリから行こう。ビリから行こう。ビリから。5位誰対決。私たち、マイコティーマイコ、ちょっと手汗がすごいんだけど。じゃあカノンが結果書いていくね。カメラどうしたらいいの。20分まで戦い続けよう。確認したらいいんじゃないかな。これね、こっちの方映したらあれだから。反対がいいんじゃない。まず向けないんじゃない。イエーイ、ソロ3、ソロ配信だっすーつって。じゃあここでやろっかな。あ、床で。だってどこでやるさ。ここでいいんじゃない。ここでやる。いや、これ待って、サイトとかじゃん。私ここ持っとこ。うん、
めっちゃ白飛びしとんじゃけど。なんでだ。ほら、あずみ。オッケー。めっちゃ白飛びしてない？本当だ、本当だ。これは照明かな。初見の方がいらっしゃる。誰？リターンライダーさん、初見ですけど何の集まり？ありがとうございます。何の集まり？広島の、サンフレッチェ広島というサッカーチームの、応援として応援、あとアクターズスクール、そう、トップユニットで。それではアイドルです。こっちを背景にして、ちょっとこれは誰かが持っていただけたら。これ外紙にしようよ。あ、外紙。どうしようか。外紙にしたり。見て。見てよ。こっちだ。こっちにどうじゃん。こっち大丈夫。はい。わーい。5位からやっちゃっていいの？4位とか3位とかじゃなくていいんだ。ギリから決めよう。面白い。ごめん。ちょっと。大丈夫？ちょっとこれもう一回。ごめんね。やだー。どうしたの？やだ。いいの忘れて。いいの忘れて。ダメダメダメ。ちょっと大丈夫？こんな大丈夫？どうしたの今？本気でやる？本気でやるよね、もちろん。ちょっと頑張ろう。さあ、じゃあ、ちょっとビリがやだね。ビリ悲しいよね。ビリ？ビリ対決、最弱決定戦からいっちゃいます。いきますよ。あーたん対マイコです。緊張する。じゃあ本気で頑張ろう。はい、10と9いけ。笑っちゃいそう。いくよ。勝った方が9で。あーたん頑張れと。頑張れ。いくよ。って声絶対負ける。残った。いくよ、いくよ、はいはい、レディーゴー。一緒。え、一緒。え、あって強いよ。頑張って、頑張って、どっちも頑張って、頑張って、頑張って、負け締め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 て、強いよ。ありがとうございます。
絶望対決をしてます。本当はアイドルです。次はじゃあ3位同士ということなのでリオとももちゃん8位がももちゃん強そう、絶対強い。現在こんな感じでございます。10位も涙ついてる。さあじゃあ何位対決だ。5、6位が強そうなんだけど。え、一応陸上部じゃけん、陸上部じゃけん、筋トレ頑張っとるけん、いけー、頑張れ。おっ、秒殺、もう秒殺、もう秒殺だよかったです。もう秒殺だよ、すごっ。次がカノンとバコ、笑顔で来る。今こんな感じです。2対決か、2対決。ごめん、カノンも。リオが弱すぎた。あ、違う。なんかレリーファイして。じゃあマジでカノンさ、手やってからほんまに。レリーファイして。レディーゴー。イエーイ、怖い怖い。イエーイ、ほんまに当たった。大丈夫、ごめん。さっきの勝負早すぎて少しができんかった。自分らも長いこと誰かとやってるし。はい、じゃあ最後は、はい、こんな感じです。優勝決定、頑張って。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おらん、おらんだよ。おばあちゃん頑張る。おばあちゃん、おばあちゃん腰やらかさんだよ。分かった、腰なんだ。ぎっくり腰ならん。手が怖い。いや、もう負けすぎないの。落ちたらダメよ。超負けすぎよ。おらんとってね。え、これさ、どうやってやった、みんな。座ってるよ。レディーゴー。まだついてない。あ、ひどい。ゆうなちゃんすごい。もつくもつくもつく。早っ、すごい。やった、ゆうな。左弱いんだっけ。左が弱い。いや、左より弱いの。左やろ、左やろ。すごい、左が弱い。私は左弱いって言って病気で。レディーゴー。左弱くないか。でも右よりは弱い。関係なかった。動けるおばあちゃんじゃん。ありがとうございます。カメラを反対に。はい、皆さんどうぞ。渡します。渡します。はい、じゃあ最終対決の結果はこちらです。守り切ったね。ちょっとチーム無理だわ。もう誰も勝ったよ。ちょっとカノン、もう一回チームやりたい。番外編だ。ちょっとももちゃん誰か見たい。見たももちゃん去年やったぶりよ。ももちゃん強いと思う。じゃあ両手で。なんでよ。ゴー。あ、やばいやばい。無理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 。あたやってみ。え、3位誰だっけ。秒で負けちゃう。レディーゴー。なんだ、髪が折れてる。髪がチーンってした。あたやってみ。あたやってみ。折らないでよ。折れそうよ。人差し指でやったの。もっともっと1本でいこう。でも人差し指逆に曲がっちゃうよ。もう一回優勝インタビュー。じゃあインタビューして。今の気持ちは。今の気持ちはとっても嬉しいです。ありがとうございます。よかったですね。優勝は誰に伝えたいですか。じゃあ、産んでくれたお母さんに。やばいやばい。ではではどうぞ。まあ、長い長い。ではどうぞ。やだ。お母さん産んでくれてありがとう。やばいやばい。ゲームに戻ったわ。あのアクロバティックって言うの。アクロバティックできるんじゃない。そうよね。あ、こっちは何か。こっちに今度行く。そっちダメだ。ダメなんだ。特技に入れてもいい、腕相撲。入れていい。いいと思う。もういいと思う。腕相撲してみたい。
しようしよう。じゃあ握手会で。やだ。握手会。やだよ。みんなと腕相撲。でもいいかもね。なんかやりたいね。そういう特典会。ね、握手の代わりに腕相撲でお願いしますって言われたら。いいじゃん。めっちゃいい。うん。あ、入ってる。いい感じ。いい感じにじゃん。自撮りじゃん。はい。ピースピース。ありがとう見てくれてごめんなさい今日ちょっと。かのんちゃんで誰かくれてる。わこちん。わこちゃん。もも？あ、ももちゃんだ。待ってちょっと腕相撲で手がプルプルするそれねピースイエイイエイ相撲も強そう今度相撲配信はどすこい相撲見てくれてありがとう、 ありがとう発表会もお楽しみに、うん、お楽しみに、はい、じゃあ今日ランキング読む、はい、うん、このまんまお願いします。しいかランキングやってもにょんちゃん別こっちで読もうか、うん、はい、うん、あ、そしてくれたら嬉しい、あ、ありますよ、うん、ありがとう。13位からだっけいつも、はい、はい、13位はちゃんくまさん、ありがとうございます。ちゃんくまさん。12位はしおりさん、ありがとう、ありがとう。11位はゆまぽんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、映ってる、映ってる。10位はテトさん、ありがとうございます。テトさん、ありがとうございます。ありがとう。10位までいったよね。9位はまさみくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位はひょうさん、ありがとうございます。ひょうさん、ありがとう。7位はしおんちさん、わー、しおんさん、しおんちゃん、しおんちゃん。6位はブビックさん、ありがとうございます。ブビックさん、ありがとう。イコールラブ。5位はゆう19さん、わー、ありがとうございます。ありがとう。待ってよ。4位はたくやさん、たくやさん、ありがとう、ありがとう。続いて3位は島のみかんさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。続いて第2位はあつやさん、ありがとう、ありがとう。そして1位はルル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 ルサンフレッチ頑張れ、サンフレッチ頑張れ、頑張れ。ルヴァンカップ、そうだね、みんな一緒に応援頑張ろう。頑張りましょう。頑張ろうね、頑張ろう、頑張ってください。じゃあこれで無事でやろう。それでは今日はスクショタイムは、スクショタイム今やった、人が先にちょっとだけ急ぎたいと思います。皆さん今日は見れてくれてありがとうございました。お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、ありがとうございました。それで終わります、せーの、無事、バイバイ、バイバイ、バイバーイ。